栃木県の北東部、那珂川町緑豊かな街並みの中に、木で覆われた特徴的なデザインの平屋がひっそりと佇む。江戸時代を代表する浮世絵師、歌川広重の作品を多数所蔵する、那珂川町馬頭広重美術館は建築でも広重の名画を表現している。設計したのは2020年の東京五輪のメイン会場、新国立競技場を手掛ける隈研吾氏。同館は隈氏の出世作といえる建築だ。栃木生まれの実業家、青木道作氏が戦前に集めたコレクションが主な。